はい、続いてスピネル博物館第9弾、レッドスピネルになります。ラウンドの 0.61 キャラですね。こちらもソーティングはつけてあります。レッド、パープル、そしてオレンジみたいな表記になってます。単色の赤というわけではないんですけども、このようにパープルやオレンジがちょっと混じってる感じがかえってですね、すごく独特のいい赤を醸し出してくれてるんですよね。すごく情熱的というかですね、まあラウンドですので前反射してるっていうのは、前面がその独特の情熱的な明かり、が広がってくれます。こちらも当然ながらアディダスが仕上げたラウンドになりますので、本当にカットのバランス、カッティングの技術は抜群です。このように横から見ていただいてもかっこいい感じになってますね。はい、非常にこれはちょっと本当の良さを引き出すのが難しい撮影だったんですけど、ラウンドなので前反射をする角度がなかなか捉えられないんですけど、まあ、その辺はちょっとお手元でですねご確認いただけたらありがたいなと思うんですが、まあ、できるだけ近い状態はこのように撮ってみてます。本当に独特の赤で0.61 キャラではありますけど、大きさどこよりもやっぱりこの存在自体に価値のある色合いです。綺麗なラウンドに仕上げたレッドスピネルをこちら第9弾でですね、スピネル博物館の方に、掲載してみたいと思います。はい、ぜひご覧になっていただけたらと思います。よろしくお願いします。